県産ブランドのさつまいも、カンタ君の出荷が今年も始まりました。今朝は初出荷式があり、競りにかけられました。カンタ君は紅はるかという品種のさつまいもで、収穫してから40日以上貯蔵することで甘みが増すのが特徴です。ねっとりと甘くてとっても美味しいです。スイーツのような甘さですね。今年は9月の暑さが影響し、大きさは例年並みですが、味は上々だそうです。焼き芋はもうねっとりしっとり、もうどなたが食べても美味しいお芋さんです。またコンビニエンスストアではカンタ君を使った焼き芋の販売も始まり、園児およそ60人が味わいました。うまい、おいしい、熱々だね。来年春までに九州や関西を中心におよそ3600トンの出荷が見込まれています。